どうも影山です今日はですねその時の立場での態度はですね普段の自分が出るということについてお話ししたいと思います。 僕がねこう休日でねねこういろいろとこう動いているんですけどその中にですね、えーまあ、病院に行くことがあるんですねその、えー、皮膚科なんですけども、えー、そこにちょっと行くことがあるんで、まあ、月1回ぐらい行ってるんですけどもそこでねこうまあそこがオープンする朝オープンするまでこう。 朝その入り口のところでね、えー、座って待ってるんですねで待ってるとその時間になるとですね看護師さんが来られてほでどうぞということで、えー、開くこと入ることになるんですけどもですねその中でちょっとね最近そういうコロナのこう対策とかいろんなことでですねそのまだ えー、オープンする時間ではないんですけども看護師さんが出てきてですね、えー、僕らにそのいろんなねこういう症状はありませんかっていう確認をされるんですねそのコロナ対策としてね。でそういうことをされるっていう,こ,うことをしておられるという中でですね僕の隣の男性がですね、えー、娘さんと、えー、来ておられてですねえー、とですね,それでですねその看護師さんの に対しての態度というかそれが僕ちょっと気になったというかですねそれを見ててちょっと嫌やなと思ったんですねで、えー、その時にですねその人自身に対してまあまあ嫌やなという感情もまあ起きたりもした。えー、まあ言うとその立場が 上下はないんですけれども、どっちかというと患者さんの方が立場が上みたいな状態にこうなりますよね。その看護師さんと患者さんの場合はですね。まず看護師さんにする態度っていうのはですね、やっぱりその僕らもその看護師さんがいてくれてそういうところに行けるんであって、そこはそのしっかりとこう対応しないといけ、まあ行けないというかそう対応するのがこう当たり前というか、そういうふうに僕なんか思うんですけれども、その男性はですね、なんかこうちょっとね。 兵な態度に見えたんですねでもしねそれはその人の中でですねその欧兵な態度でないんであればですねその態度の取り方がちょっと悪いかなとそのだからそれを見た時にですね自分はこう,こういう態度はしてないなという確認が取れたんとやっぱその人をちょっと見た時にそのやっぱりその普段のねその人の人の接し方がこう そういう看護師さんとかの態度をパッと。 した態度にこう現れてるんじゃないかなという風に感じたんですね。で一応娘さんも小さい娘さんもおられるんでですね。人の親ですよね。で、親がそういうこう人と対する態度をね。そういうものをこう。自分の娘にこう見せてしまうというのはねどうなんかなって、その人は全然その悪いと思ってないですね。そこまでの意識が多分ないと思うんですね、えー、申し訳ない。こういう言い方したら申し訳ないですけど、そこまで意識が足りてない状態と。 いうところでこう無知っていうのは怖いなっていうところとですねまあその人はその人でその段階でこう。 生きておられれれるんんでででそれはそはいいと思うんですけどもえやっぱり自分に置き換えてやっぱりいろんなところでねこうやって僕みたいにこう見てる場合があると人がこう見てる場合もあるんでですねそういうところはこうえまあ気をつけるまあまあそんなに気張ってこうずっとこうえ外をこう動くとまあ大変ではないふだんりでいいと思うんですけどもその普段通りのねえ態度がそ,のそういうところで 橋橋で出る,出ると思うんでやっぱ普段からそういう内面をね そういう,こう自分でこう自分,、まあ、自分に厳しくあると他人にも厳しくなるところがあるんで、えー、自分は無理をしない程度にやっぱり頑張るところは頑張るっていう状態をこう保っておくというかこう無理してでもやるっていうそれでもやり遂げてしまうとですね、えー、その頑張ってない人間に対してなんやと思ってしまうところもあるかもしれないんでやっぱ自分の中で無理しない程度 でもできる範囲では 100%120% の力を出してやるというところをしていくとでそういうことをこう磨き上げてやっていくほうで、まあ、家族とかのこうコミュニケーションこう言い方とかでもねちょっと機能なんかでもちょっとこう感情的になるところがあったりしたんでですねそういうところをですね、えー、やっぱりもうちょっとこう自分のね精神レベルを上げてですねその 接していくそれをこう繰り返していくとどん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 自分の中に身についていってそれが本物の自分となっていくと思うんでですね、えー、そういうことをこうしていってほんで外での対応がこうできるようになるとそれは構えてやればそれはいろんなこう綺麗な対応はできるだから仕事をしている時はそういう対応ができるっていうのではなくてですね普段からそれをこう お客さんと接するのと同じような対応をこうえ自分がお客さんの立場になってもやっていくと。 いうことをこうそれもねその意識的にやるというよりは身について自然となっているという状態をこう作り出していくというかそういうことがこう大切かなというふうに思いますだからねあの外へ出てこういろんなこう人観察というかちょっと見るとですねやっぱ面白いですよねその人のこう悪いところは見えてその悪いところでその人がどうこうっていうところまで考えなくてもいいと思うんですけどそっからねこう発展させてですねえ自分に置き換え てどうしていくべきかとであともう一つ考えることは自分がこう経営者になって自分のまあ言った従業員がそういう態度をしとってた時にですねどういうふうにその、えー、従業員にこう自分の考えを伝えるかとか、うん、そういうことをこう考える。で、えー、基本的には自分の背中を見せるというか もう上がここまでやっとるやったら自分もやらなあかんなというふうな動きをこう、えー、持っていけるように持っていければいいとは思うんですそれは普段からのその,その時ちょっとだけカッコつけてやるんじゃなくてずっと毎日の毎日の積み重ねの普段の対応だったり自分の心の中の動きであったりそういうものをいろいろとねこう磨き上げることによってですねその出ていくそれが、えー、まあ言ったら従業員もこう「あほんなんこの人こうなって 困難してはるとかこういう人が言うんであれば聞こうかなということになると思うんでねでそこをこう心がけていくとだから、えー、基本的にそういうことですねそのいわゆるこういう言い方していいか分かんないですけどもその本物の商売というかね本物ということをどう,いうどういう表現で言えばいいか分かんないですけども。 えー、心言行一致と心心言言葉ですねでこう行,行動この3つが一致させるような動きただねこれをねあんまりしっかりとやろうとするとしんどくなるんでですね、まあ、いろんなこう動きがある中で自分,の自分を内観する、えー、心の動きというのをこう見ていってですねこう 動ほいんいでこう成長させていくっていうところですけども基本的にはその言葉と心と行動これがこう伴っていくことによってこう信用されていく形になるかなというところでまあまあ,あの心の中はこうなかなか見えないでしょうけどもその。 それでもそれは見えないからいいんじゃなくてやっぱり見えなくてもそれを一致させるようにしていかないとですねやっぱりその、えー、見えてる見えないところのエネルギーであったりその、えー、心の優しさとかそういうものがこう何かこう感じ取ることがあるんじゃないかなと思うんでやっぱりそれをこうやっていくそれは、えー、商売のためとかいうことだけじゃなくてですねその自分がエネルギーを振るうる 振りまくことによってですねそれがこう何かの影響を与えることがあるというところで一人一人こう、えー、地球上に生まれてですね、えー、人間として生まれているんであればある一定のね、えー、そういう,こう影響を与えるという責任があると思いますのでその辺はこう自分で磨き上げていく、えー、自分の心の中であったりその体のことも何でもそうですけどもこう磨,き磨き上げていくということをこうしていくべきやということ。そそれを率先して自分でやるその、えー やったりそういうトップリーダーに立つのであればですねそういうことをこうしっかりとやっていくっていう必要があるとでそれを見せていってそれで言葉でうまくうまくというかしっかりとこう、えー、表現力を磨いてですね相手に伝えていってそれで動いていってもらうようにしていくということがこう本物という状態になるんじゃないかなと。 いう,ふうに考えておりま,すまあまああのー、僕もね一、えー、日1ミリでもちょっとでもこう成長するようにやっていきたいというふうに考えております。ということで、えー、その時の立場での態度は、えー、普段の自分が現れるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。